はいどうも皆さんこんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、もうまさにサムネとタイトルにある通り、ファミマで LINE ペイ特典4つ取れるみたいな感じの、まあいかにもこうサムネとタイトルで釣ってるような内容っぽい気がするんですけども、意外とこれがそうでもなくてですね、まあこれも僕もお買い物してて後で気づいちゃって、あ、これちょっと動画にしようと思って発信をさせていただいております。で、というのももともとよく LINE ペイ使われてる方だとこういったクーポンを見ることがあると思うんですよね。ファミリーマート限定100円割引とか、こういったローソンとか、まあ、松屋とかでもこういったクーポンがあるとは思うんですけども、まだちょうど4月2日から4月14日内期間内なんで、クーポンゲットして、まあ、早速お買い物しようと思って、まあ僕が購入したのはこちらのレシートに記載もある、まあファミチキと混ぜてパリパリ麺サラダというのとチョコビスケットっていう、もう、まあこういったの買った時に、合計で656円って書いてるんですけども、LINE ペイ支払いで。けど右の画面が LINE ペイで支払った時に一応100円割引されてるんで、556円という風に右の画面には出てると思います。で、おみくじして、おみくじもして、その後ファミリーマートのポイントとかも、入って、LINE ペイの、ポイントも入ったなっていう感じで、まあいつも通り終わってたんですけど、いやこれちょっと待てよと思ってこれよく考えたら、かなりこれポイントというか得点相当悪くないと思って、だいたいよくあるのはなんかポイント20ドリとか30ドリとかあるとは思うんですけど、今回に限ってはなんか、まあ、得点自体が40ドリって僕初めてだなと思って、まあ、ざっくりとまとめたので、まあ、こちらの方ですね。得点が4つということで、1つ目が LINE クーポンで656円が100円引きということで、まあ、先ほどお伝えした100円の割引と、そして、ファミリーマートで、LINE ペイで支払ったら、ポイントが入ってくるので、LINE ポイントが入ってくるので、18ポイント、入ってきております。で、あと、今、おみくじのキャンペーンしてるんで、確か4月の末までのおみくじのキャンペーンなんで、支払うごとに、おみくじが引けるようになってるんですね。で、おみくじを引いて当たった金額が1円だったので、これが LINE ペイに、反映されるというものになります。で、最後に、あ、これ忘れてたなと思って、T カード、僕、ツタヤの T カード持ってるんで、T カードが確か200円に1ポイントだったんで、これで多分3ポイント入ってるんですよ。って考えたら、ちょっと待って、と思って、これめっちゃお得やんってなって、全然気づかなかったんですよね。なんか自然とこう買って割引して、家に戻ってきて、なんか自然に帰ってきたけど、いや、これよく考えたらめちゃくちゃお得だなと思って、なので、ぜひですね、もしファミリーマートを利用される方で T ポイントのカードを持ってる方も多分ほとんどの人が持ってるんじゃないかなとは思うんですけど、もしそういった方がいれば、ぜひ LINE ペイ使ってみると、本当にこういったお得な部分っていうのはかなり、楽、あるので、キャンペーンとかも踏まえて。で、しかも、ツタヤの T カードとかも、僕の場合、スマートフォンの方にもうアプリとして入れてるので、もう全然出すのにも手間がかからないというか、もう僕大体基本的に買い物行くときとか、もうほんとスマホ1台でコンビニとか行くので、もう全然最近はお財布を持つことっていうのが、なかなかちょっと減りつつあるなっていうのは自分でも実感するところであるんですね。なので、まあ、ぜひ、LINE Pay で、まあ、これはファミリーマートで、かつ、ちょっと期間的なものもあるので、もしかすると一時的なものかもしれないんですけども、こういった期間内であれば、かなりお得に使えるので、ぜひ、皆さんもトライしてみるといいのかなとは思います。ということで、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、もしくはグッドボタン、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。